日本には、未だに隔離された集落が、存在してます。どんな謎が隠されているのか、調べてみました。京都府、宇治市、伊勢田町、51番地。地域の、通り名は、ウトロ地区。多くの人々が、一度は耳にしたことのある、地名だと思います。本来の正しい地名は、伊勢田町、小字、宇土口ですが、語気や語読によって、ウトロへと、変化したと考えられています。ウトロが誕生したのは、第二次世界大戦下に行われた、京都飛行場と、航空機工場の建設が、大きく関係しているのだという。実は、これらの大規模工事の際に、労働者として、作業に従事していた、2000人のうち、半数以上の、約1300名が、朝鮮人であるとされ、そうした彼らと、その家族が暮らす、飯場として、設けられたのが、このウトロ地区の前身だと言われています。日本の敗戦により、これらの大規模建設工事は、あえなく中断となり、労働者全員が、強制的に失業するという、浮き目に追い込まれた。その際に、行き場をなくして、そのまま定住した労働者とその家族、さらには周囲で暮らしていた、貧困層の住民により、このウトロ地区が、誕生したと言われてます。路地に足を踏み入れてみると、やはりというか、周囲はしんと静まり返って、人々が生活している気配があまり感じられない。老朽化が進む家屋には、特攻、喧嘩上等といった感情的な落書きがあちらこちらに目に入る。集落で暮らす、人々がいると思われるが、生活感はなく、ゴーストタウンや、廃村に近い雰囲気が漂う。崩落しかかっている木造部と、それを補うように打ち付けられているトタンが実に印象的だ。崩落の危険を感じさせる、古いブロック塀も、かろうじてその形を維持している。戦後、企業の合併などにより、この地区の土地所有権を手に入れた日産車体工機は、1987年、この地区の自治会長を自称する人物に、3億円という破格値で売却しました。住民らにとって、安住の地になるはずでした。しかし、この人物は、別の企業相手に、この土地を転売して、問題が明るみになる頃には、当事者は姿を消したのです。以後、勝手に土地を転売された住民と、所有権を手に入れた、企業側との間に、立ち退き問題が、勃発してしまうこととなったのです。この地区の南側に、隣接している、自衛隊大久保駐屯地との、境目に立つフェンスには、ハングル文字で何かメッセージのようなものも書かれてますが、無論外部の我々にはその文意すらわかりません。このウトロ地区は、彼ら朝鮮人のみならず、我々日本人にとっても、戦争が残した爪痕そのものであると言えるのかもしれません。